トヨタクラシックとは、トヨタ自動車が1996年から1997年まで限定受注生産したクラシックカー風の乗用車である。トヨタの市販車、生産60周年記念車として、トヨタテクノクラフトの手によりトヨタ AA 型乗用車をモチーフにしたクラシックモデルとして100台が制作されたが、その中でもブラック塗装は希少価値の高い5台。 生産工程の多くが手作業のため800万円という非常に高価なモデルとなっている。ベースとなったのはピックアップトラックの5代目ハイラックスのダブルキャブ使用者。車体の前後や屋根を中心にカーボンファイバーで製作されており、元車種の判別が難しいほどに手を加えセダン型の外観に仕立てられている。各ピラーとドアパネルなどキャビン周りは過労じて、 ハイラックスピックアップの面影を残しており、A 型と比べてフロントウィンドシールドが大きく寝ており、ドアウィンドウも大きい。車体形式はイン86回となる。パワートレインは、ハイラックスのラインナップにある 3YE 型2.0リットル直列、4気筒オフガソリンエンジンとフロア4足 AT の組み合わせとなっているが、乗用車の排出ガス規制に適合している。 パーキングブレーキは、ハイラックス同様、ステッキタイプである。4台が、長崎県佐世保市のハウステンボス、山口県下関市の関門の宿原ペーソ佐賀県竹雄市の大正ロマンの宿京都や、兵庫県神戸市のフレンチレストラン、北のクラブで送迎用として活躍している。旧トヨタテクノクラフトでは、この2年後、改造部位を減らして、外観をピックアップのままとし、 価格の低廉化を図った TC ピックアップも発売した。これは主にフロント周りのみの階層で、より原型のハイラックスピックアップに近い。受注生産者であったが、特に生産台数は限定されていなかったが、希少価値は高い。ありがとうございます。